けましておめでとうございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。この南畑物語ですね、まさかの 今年一発目は1月1日の放送ということで、昨年2020年は大変お世話になりました。1年間休むことなく放送ができましたのも、聞いていただいているリスナーの皆様のおかげかなと思っております。今年1年もですね、2021年1年もしっかりと皆様に南畑の風がお届けできるように、私たち出演者およびスタッフ一同頑張っていきたいと思いますので、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。キッズ P でございます。で、今週はまあお正月の放送になりますので、少し収録が難しくございまして、昨年2020年の1年間の放送から、それぞれのメンバーみんなのちょっと笑っちゃう部分を抜粋して総集編でお届けしたいと。まずはいつも元気にオープニングを飾ってくれるしほりんの、10月16日の放送からです。この番組は南畑の人にスポットを当て、南畑の新鮮な情報を発信し魅力を伝えるプログラム、南畑の風を皆様にお届けします。いや、ちょっと噛んじゃったかな。そうそう、しおりんのコメントがね、ほらちゃんと毎回撮ってるって証拠ですよ。そうですね、録音して流してるんじゃな い、ね、結構皆さん言われますもんね。ここもちゃんと撮ってたんだみたいな。そう同じトーンで喋るから、同じトーンで喋るから、ね、毎回撮ってるよって。そうです、毎回撮ってるんですよ、そうちゃんと見ないと、ね、パソコン必須必須です。でもその時だけでしょ、見てるの。その時だけですけどね。ほんとね、そのために持ってきました今日も。そうめったに噛まないんですよ、しほりんは。まあたまたま噛んだ10月16日のしほりんでしたけれども、なかなかね、チャーミングにフォローしておりましたが、毎週毎週しっかりとね、私の、パートナーとして、ちゃんと進行をね頑張っていただいておりますしほりんでございます。また今年も一緒に頑張っていきましょう。そして次はですね、2020年一番こう成長したと言われてます、アズアズさんですね。アズアズは3月ぐらいからかな、参加をしてくれて、もうまあおよそ1年弱ぐらい経つんですけれども、2020年は宿題アズアズという、番組の中でですね、ちょっとこうわからないな、このちょっと調べたいなっていうキーワードが出てきた時に、みんなが無茶ぶりをして来週までに宿題をしてくるという、それについて調べてくるというコーナーがスタートしましたけれども、いやー、これは回を追うごとにですね、どんどんアズアズが積極的になりつつ、この9月25日の放送ではなんと僕らがね、宿題出してもないのに自ら宿題を貸して調べてくるというアズアズの成長っぷりがわかる9月25日の放送です。宿題を出すの忘れてて、もう今週宿題アズアズできないのかなと思ったら、そう、自ら自分に課題を貸して調べてきてくれたんですよ。お題も出してないのに、宿題出してないのに、お題も自分で考えて、勝手に宿題アズアズ改め勝手にアズアズですよ。何だったんでしょう、テーマは。秋だとやっぱなんか私、結構どんぐりが好きで。なるほど、木の実、どんぐりですね。木の実です。ちょっとそれをちょっと調べて。どんぐりについてどんぐりってですね、日本にはね、20種類ぐらいあるんだ。そのクヌギとか、あのシイの実とか、あるんだけど、それって実は縄文時代以前も作られてたみたいで。縄文時代、そう、あの恐竜とかいる頃、あの頃にもあったらしいんですよ。でそれがそれこそ縄文時代食べるようになったっていうのが、泡とか冷えとか、そんなのの他にもすごい大切な主食だった
先週ほら今週の寺井で栗が出てるってか、うん、あれもどんぐりの仲間、まあ、そうそうそう、何栗ってどんぐり、あ栗どんぐり、そう栗か、栗か山栗とか芝栗とか野生で、はいはい、実はあの栗っていうのはあの販売されてるのは改良された園芸種。いやーやっぱり成長の跡が見られますね。この2021年もこのアズアズの成長っぷりに期待できますね。楽しみ楽しみ。宿題アズアズのコーナー今年もお楽しみですね。そしてそして今年はね、夏頃からかな、ね、また強力なメンバーが2人も増えました、1人は、ね、女性、そしてその後男性が1人増えまして、まあ、それぞれのあだ名ニックネームがどうやって決まってったか、まあ、そんなところがわかる夏頃の放送からお聞きください。千尋さんですよ。何ですか何ですか。なんか、なんか結構みんなあだ名ね、その場で決まってるんで。うん、そういいなと思って、私も欲しいです、ね。今まで呼ばれていたあだ名とかあるんですか。あ、結構私いろいろありましたね。うん、ベーシックなのはなんかちーちゃんとか。ああ、ちーちゃんね。ちーちゃんごいね。でもちーちゃんじゃあれだね。ちょっと変わり種は？変わり種はチッフィーって言われてました。チッフィー？ここにこれみたいな感じ？ミッフィー、そうそうそう、ミッフィーみたいな感じでチッフィーって言われてます。チッフィー、ちょっとなんか帰国子女的でいいんじゃない？かっこいい、なんか寺井なのにね。ちょっとじゃあ分かった、もうアルファベットでチッフィー。チッフィーね。いいな、おしゃれそう。うん、シャレとでしょ、新しいのでも全然いい。じゃちょっとしばらくチッフィーでいきます。あ、わかりました。なんかチッフィーなんかすごい俺好きだけどな。本当ですか。先週から来ましたザワザワです。お待ってました。ありがとう。なんか僕の悪い癖で本番中にね、思いつきであだ名を決めてしまうんですが、ちょっとザワザワする感じが良くないですか。鳴り物入り的な感じで、この場をお借りして提案があるんですけど、ラジオの話をですね、はい、金曜日に奥さんにしてたら、僕噛みまして、噛んだざわざわがうまく発音できなくて、自分の呼び名を呼ぶときに噛んでしまった。そうそうそう、何回もちょっと噛みましてね。その時出てきたのがザワワだったんですよ。ザワワ、ザワワね、ザが1個抜けたんだ。そうそう、ザ、はいはいはい、真ん中のザが抜けちゃった。言いやすい。なるほど。まああとはチッフィーのお父さん、うん、承認。チッフィーのお父さんはお父さんは何、どう言ってるんですか。お父さんはもう、ざわざわによろしくねって、はい、もうすでに活用してるのね。じゃあ、うん、これ多分お父さんまた聞かれてると思うんですけど、もし、そうそう、ざわわでいいか、お父さんの承認待ちですね。ざわざわにした方がいいのかは、ちょっとお父様のご意見もいただいて、放送のあれを待って、はいはい、準レギュラーのお父様のご意向も反映させていただいて、最終的に決定させていただきますので。そう、ザワザワ先生 の、ね、あだ名がまだ最終確定しておりませんが、俺の名前はね、で、やっぱこれはほら担当のチフィーがあるんですけど、すね、お父様にね、呼びかけをさせていただいたん で、ね、まあ、返事が来たんですかね。返事が来ましたね。おで、なんというじゃあご返答が。もうそんなに出てきませんと言ってるんですけど。ちょっとあれだね、言いながらザワッチ、ザワッチ、ザワッチン、ザワッチン、ザワッチンって言ったよね。いる、うん、あのモノマネの人ね。そしてザワンダフくらいしかだそうです。くらいしかしっかり出てますよ。しっかり出ているね。ザワンダフル、そうそう、この間はザワンです。ザワンだったから、うん、これ どうですか。今ずらってもう結構な数並んでるんですけど、どうですか、うん。俺はザワワで行きませんかって言ったんだよ。そっか、みんな引っ張ってるのね。あなたたちがそれじゃダメだって言うからこうなってるんだ。そっか、そうでしたね。そうですよ。俺はじゃあ今日は、今日決める、どうする、今日決めちゃう、どうする、どうする。もう決めていいんじゃないですか。じゃあもう選んでください。帰ってきた。まさか自分で選ぶ。こちら、ザワンで。おぉ、来た来た。わざわざと迷ったんですけど。あ、ザワン、いい。ザワンが一番面白かった。しっくりきましたよね。なるほど。
いやいやいや、こんな感じで決まっていくんですね、あだ名が。まあチッフィーはね、もともと呼ばれてたっていうのもありますけど、チッフィーいいじゃないですか。もうなんか定着しちゃってますよね。まあそしてそして、ざわざわか、ざわわか、ざわんかっていう論争でしたけど、最終的にはチッフィーのお父さんからのアドバイスによって、そしてまあいっかっていう感じで決まっちゃってましたけど、ザワンという、まあ、まさかのね横文字ニックネームがつくというのは想像もしませんでしたけど、まあでも2020年の放送の中でこのチッフィーパパ、チッフィーのお父さんがまあいろいろと発信をしてくださってですね、お便りをいただいたり、俳句も読んでいただいたような覚えがありますけど、まあ非常に関東賞キャラだったんじゃないでしょうか。そしてあれですよ、レッツハイキング。まあこれは実際はね2019年からスタートした企画ではあるんですけど、2020年に入ってピカピカ先生がですね、スタジオにも遊びに来てくれるようになって、ますます緊張感が高まったといいますか、みんなのやる気が増して、まあ大体月に1回のペースで、まあ、これは盛り上がってますね毎回。そんなピカピカ先生の優しくそして厳しいご指導の様子をちょっと覗いてみましょうかね。じゃあ読みますね、はい。井戸端に飛び交う思い未来見る。ピカピカ先生どうですか。どうですかどうですか。まあそのさっきねキャッチコピー的って言ったのは、はい、多分ご自分でもお分かりだと思うんですけど、こうすごく風景としてはいいので、冬の少し寒い時に集まったので、なんかみんなでこうちょっと輪になりながらねこうぎゅって集まってみたいなのをちょっと入れたかったんですけど。思い浮かばなかったです。難しいですよね。まあ、例えば今そのパッと行くのだと、この飛び交う思いのところを、吐く息白くにするとか。さすがすごい、やっぱり先生そういうことか。そういうなんか情景の描写をちょっと引いたところから入れると。引いてる。そうです、ね、引いてる引いてる。今のは引いてる。引いてました。パッとこう思い浮かびますよね。情景が目に浮かびますね、それ。なるほど。さすが。そういうところをこう使いながら自分の伝えたいことを表していくっていうのが俳句の良さなので、やるね。やりますね、本当。そうでしょ。だってただの24歳じゃないんですよ。すごい。もう年半分ぐらいなのに。そう。情緒ある。さすがさすが。いやー。さすがですね、ピカピカ先生。まあ、私なんかね、いつも読んでる句に対してキャッチコピー風だとかね、情緒がないなんて厳しいコメントもいただくんですけれども、やっぱり途中でこう、もうちょっとこうしたらっていう提案をしてくださるんです。アドバイスをね。なかなか的確な。さすがですね。今放送でも言ってましたけど、年半分ぐらいなんですよ。いやー、叶いませんね。ピカピカ先生にはまた今年も1年間しっかりとご指導いただいて、我々の俳句スキルをね伸ばしていきたいなと思う次第でございます。でこの2020年はですね、まあお二人の、まあ、お別れといいますか、まだ今もねどっちも関わっていただいてますけど、まあ、少し区切りということで、まずは3月末でこのね、南方物語放送当初からメイン MC を務めてくださっていたマキマキがお仕事の関係で一旦南畑を離れるということで、まあ、区切りの放送が3月27日にありました。まあ、ちょっと寂しくはなりますけれども、今も関わってくださってますが、そのマキマキからの皆さんへのメッセージをお聞きください。ということで、実は今日でですね、マキマキが最後の出演になりますが、そうなんです。でもはい、またなんか突然その辺歩いてるかもしれないので通りすがりに参加させていただいて、寺井さんと2人で通りすがるんですね。そうですね、いただければと思います。
はい、うん、いや本当にね、あのさっきも俳句で読んだみたいに、うん、こうゆっくり進んできたこの活性化の、ね、流れが ここに来て本当に加速はしてますけれども、うん、まあ、加速ある程度しつつも本当に南畑のスピード感とか何か良さを本当に、ね、守って、皆さんで盛り上げていってほしいなというか、私もちょっと引き続き多分いろいろね加わると思いますので、ぜひ一緒にこの風景を守っていきたいなと思ってますので、うん、南畑にまたいるからってまだいるととか言わないで守らないですね。そんなことないですよ。じゃあこれからも改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。拍手で送りしましょう。ゆっくりと歩いていこうと山笑う、ふふ。うん、そうですね、これは本当に南畑の、ね、活性化にずっとこう私も6年前から携わっての、うん、その本当にゆっくりした歩みだったけれど、本当に、もう本当にこう開かれてきたというか、明るい未来がこう感じられるっていうところで、本当にでもゆっくりでいいんだよっていうのを山がこう見守ってるっていう感じで、うん、でもふふっ年がいもなくふふって感じ。そしてそして10月は、はるはるさよならマンスということで、はるはるが卒業ということになりまして、まあ3年間ですか。まあ、番組始まる前からでしたけれども、まあ、番組始まってからは、毎週毎週、まあ、お休みの日もありましたけど参加してくれて、まあ、いつものあのキャラクターでこうみんなをおーって驚かせたりね、一方でえー、ってなったりとかね、まあ独特なキャラクター、個性豊かなキャラクターで我々を楽しませてくれましたけれども、まあ、一旦この南畑でのお仕事がまあ、切り替わるということで、まあ、もちろんその後もね、出てくださっていますけれども、非常に盛り上がったこのはるはるをさよならマンスの、まあ、そのマンスの最後にですね、あのサプライズビデオを再生した後の、このはるはるからのアンサーソング、アンサーラップといいますか、それをじゃあお聞きいただきます。えいよチェックエンツーチェックエンツー南畑に縁があってここに来た MC 帽子フロムシーソルトレコーズフリースタイルでイーツスタイル、エイ俺は全然ダメなやつ未だにクズ間違いねえ、だけども聞く側から中側ここがドープに受け止めてくれて、こうやって3年間なんとか続いた、そしてバトンタッチしていくで次の世代まだまだ変えていく新しい世界。おー、はい、皆さんのなんかこうご縁があってですね、でまたこれからも中川で頑張っていきたいなと思いますので、まあ何か困ったことがあったときは誰かの力になりたいですし、またいろいろお世話になったりご迷惑をおかけしたりすることもあると思いますけども、まあ、ちょっと胸がいっぱいで、はい、でも Put your hands up! 頑張っていきたいと思いますので、今後ともすいません、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。いいですね、はるはるのアンサーラップ、なんかみんなの挙動感がちょっとね伝わってきますけれども、まあこのまきまきもはるはるもね、まあまだまだ南畑とはずっと関わり続けてくれていますし、たまにスタジオにも遊びに来てくれるので、ね、これからもねみんなで一緒に盛り上げていけたらいいなと、思ってますんで、まきまきはるはる2021年も遊びに来てくださいね、どんどん出演してくださいね、よろしくお願いします。はい、そして忘れてはいけない今週の寺井さんから、まあ今週の寺井さんにはちょうど年末ね12月29日にありました
ボブラ一番の時に、この2020年と2021年に向けてのコメントをいただいてますので、ちょっとそのコメントを聞いてみましょう。お、こちらには寺井さんが、今週の寺井さんがいらっしゃいましたよ。今ここは何やってるとこですか？今こちらはボーブラ市場で餅つきをしてます。うわー、めっちゃこれ大変。大変ですよ。大変じゃないですか。120キロ。全部で、はい、もち米120キロ。はい、あ、これまだまだですね。まだ今日何時からやってて、 今がね、ちょ、もう11時前なんですけど、餅つきは8時ぐらいからスタートしてるんですけど、まだまだ大変だ。半分行ったのかな。よくつけてますか今日は。あ、今日いいですよ。いい餅またつけてますよ。これだついてる人たちは皆さん地元の人？そうですね、地元の人。向こうチーム、向こうチーム若いね。向こうチーム若いです。どうですか寺井さん、2020年いかがでしたか？はい、まずは2020年、あ、もう、うん、とにかく駆け抜けた感じですね。駆け抜けたね、はい、それはよくわかります。見ててよく、手探りで駆け抜けた感じがします。闇雲にね、はい、手当たり次第に駆け抜けた。なるほどなるほどなるほど、はい、なので、うん、今年はそれを具体的にね、うん、そうだ、2021年は着実に動く年にしたいなと思ってます。結果を出していく、結果を出していく、結果にコミットしていく、はい。いいじゃん。いや、もうすでに頑張っておられますけどね。いやいやいや、まだまだじゃないかな、はい、まあこれから、まあまだ本当これからですね、はい、まあなんとなくやっぱ今年は新しくなったからね、ここら辺がね。そうですね、まあでもまあいろいろ動けない時期もあったので、うんうん、まあ、皆さん一緒ですよ。そうですよ、はい、まあ、まさに今年2021年から改めてスタート切るっていう感じかもしれないですね。そうですね、気合い入れ直して頑張りましょう、はい、ということで今年もよろしくお願いします。今日の放送これで終わっていいかな。まだ最初の一人やね。さようなら。はい、ということで、ま、来ね、あの寺井さん、来年もまたよろしくお願いします。はい、こちらこそ。1月1日、お正月の放送ということで、2020年の放送を少し振り返る、特集をしてまいりました。いやー、楽しかったですね、2020年も。そして2021年も、今年からまた新たに、気持ちを新たに、我々メンバーで南畑物語番組を盛り上げていけたらというふうに思っております。それでは最後に、この2020年の南畑物語を盛り上げてくれたこの1曲をお送りしたいと思います。曲名は南畑。いやー、いい曲ですよね。来年はますますこの曲がいろんなところでかかって、皆さんの耳に届くように我々も頑張っていきたいなと思っております。2020年レコード大賞作詞部門優秀賞、おめでとうございます。それではお聴きください。今週の寺井で南畑。翔ちゃんいらっしゃいました。はい、こんにちは。今日忙しそうでしたね。今日ね、ちょっと予想以上に忙しくて、ちょっと顔が怖そうだったから声かけるのためらっちゃった。ごめんなさい、ごめんなさい。翔さんがいらっしゃってたのは続いてたんですけど、そうなんですか。その余裕さえなくて本当ごめんなさい。いやでも今年1年この番組も大きく変化しましたね。本当ですね、なんか人が倍ぐらいに増えてる。そうですよ、まあでもなんかね、うん、最初私マキマキになったんで、すっごい不安だったんですけど、サポーターがたくさんど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 ん増えて安心してますよ。だから寺井さんもその後増えて、あ、はい、アズアズが増えてね。そうです、そうです。で、あの2人、沢さんと藤本さんも増えたし、そう、まあ、高岸君も相変わらずだし、そう、なんかすごい充実っぷりですよね。本当ですね。
先生もピカピカ先生そう今日ねプロいらっしゃってましたよ、うん、来てくださっててしめ縄買っていかれました、僕もしめ縄をキャプテンにこれありがとうございます、空も